2月の5日にお前を除名処分にすると。共産党の歴史でもそんなにあることではなくて、実際何かこう分派を作ろうとされたんですか。ずっと過激で C さんの辞任せよと、このままでは共産党はもっと落ち込んでしまうので、私が出ただけで裏切り者だとかなんか言ってる場合じゃ本当にないんですよ皆さん。アメリカ今や、ね、社会主義を望むって若者が過半数を増えている言ったらマルクス・レーニン主義で、やっぱり特に、まあ、スターリン主義下の下でこう確立されていったような、うん、まあ、斬新。最終的には憲法を政治に生かすっていうんで、憲政党でもいいんじゃないかって。共産党みたいなものも巻き込んで、うん、こうちゃんとした左派のこう対立軸っていうものを出さないと、